はい、どうも、馬面三軒茶屋です。今日は CX-8 を運転していきたいと思います。2022年。うん。はい。去年発売の。そう。今、ブレーキ踏んで、このスイッチ。お、ブレーキ踏むと、ほら。あ、そんなの光るんだ。あ、そう、光るみたい。へぇ。あ、緑に光るじゃん。おう、ほんとだ、緑だ。まあ。うん。おぉ、眩しい。で、ちゃんとシートベルトしましょうね。皆さんもね。でもって、はい、行きますよ。見て、ほら、ここがね、永遠と光るんだよ。何その赤いの？赤いの？とこの赤いの、この光ってるじゃん。これ見えねえな、みんなこれ。え、ちょっと待って。この赤いところね、これ。何この赤いポッチ？ここ充電できるんだけど。消えたよ。そう、ここになんか荷物置くと、うんうん、これがスマホじゃないって言ってエラーになって赤くチカ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 光るの。あ、無接触、あ、無接、なんだ、接続のやつか。そうだ、ここに荷物を置くとずっと赤く光っててうざいっていう。あ、でも何、じゃあ携帯置くと何、充電できる、充電するんだけど、すげえじゃん、うん、すごいトロいのこの充電が。いや、知らないわ、知らない。だからあんま使えないんだよ。いや、それは個人差がありますってやつだな。お、あ、座席、ほらほらほら、座席ほら。みおぉ。見える？うん、動いてる。動いてる？まあ、それはいいや。早く行こう。おい。ちょっと待て。じゃあ、運転していきますよ。押して、D へ。あれ？これ。あれどこだっけ？ドーンってやるやつだっけ？あれだ、ね、サイドブレーキ。あ、これか。ここね、サイドブレーキ。サイドブレーキね。ね、電動ね。おお、動き出す。そりゃそうだな。あれ。こっちか。結構明るいね、前。ほら。あれ、これ行き止まりじゃね。これハイビームじゃん。ん甘いな。あ、行けた？行ける行ける。道は繋がってるよ。道は繋がってるね。うん。結構滑らかにハンドルいいね。タイヤも滑らかに曲がってくれて、うん、ゆっくり曲がって。もうハイビームじゃないでしょ。違うよ。これがハイビームね。人がいる。人いねえか。紛らしいな、あのポールか。料金が表示されます。はい、はーい。俺消えるんだ。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で精算してください。領収証の必要な方は領収証ボタンを押してください。こんな誰も止まってないのに1時間300円とかクソ高いな。手が短いと困るね。足も短いけど。ご利用、はい、またねー。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。じゃあ右で。了解でーす。はい、止まれ。はい、左来てまーす。すぐエンジン切れちゃうのこれ。そう。不便ね。え、お、自転車。ごめんなすって。大丈夫だな。見て、これがね、ナビ、このナビがすごい使えないの。ナビがクソすぎるという件についてみたいな。これ今ほら、こうやって今まっすぐ行って、そこの信号左に曲がれて出てるのね。ああ、曲がる、ね。で、これ、どんどんこれ地図がさ、横にずれてくるじゃん。ほら。で、ほら、なんだこれ。なんか、わけわかんない方になってるじゃん。で、このちっちゃい小窓の方を見るとさ、進行方向に向いてんだけど、ほら、今度ひっくり返っちゃったじゃん。うわぁ。
で、これいつもこれでね迷うの、これでどうなってるか分かんなくなっちゃって。そうね、これはで、これ今、うん、逆になっちゃってるじゃん。うん、そうね。だけどほらこっちの小窓は、うん、なんていうの、こう進行方向に対して、うん、動かないからな。これとこれとこれと一緒ね、うん、ここの信号左に曲がれって言ってるじゃん、うん、これはこれ固定できないの、ロックみたいな。これ今ねヘッドアップでロックしてるけど、こうなっちゃうの勝手に。でこれは究極見にくくてさ、これコロコロやだね。そうぐる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 から、また次の曲がり方いけば分かるけど。松田さん、これは勘弁ですよ。信号長えな。そうね、一回ずれ、はい、青になりました。これね、今コール曲がるんだけど、左になんか逆走してるみたいにこうナビがこうなってて、でこれ曲がり終わるとこれ元に戻るから、これヘッドアップになるから、これこのしばらく走ってるとピュッて突然ナビが、まだならないか。まあそんなにしょっちゅうなってたら本当にポンコツだろうけどよ。まあでも今の交差点だけでもほら、ちゃんとほら今はこうやってなんていうの、車が進行方向にナビも進んでるから、これだと分かりやすいじゃん。まあ、これだそりゃそうだよ、何もねえもんよ。ああこれはあの別に何も問題はねえけど、ここまではな、ここまではじゃねえ、さっきのところはあれだけど。後ろにバイクいる？いるよ。行かしてあげたくてもな、ここで止めるわけにいかないよ、こっちは。ちゃんと法定速度で走ればいいんだから。もう何キロ？今40キロ？35キロ。ここ40キロ道路で35キロ。けど出せやーってなるだろうけど。もうバイクいない？いるの？いや、いないね。あ、またこれまたナビがクソなところが来た。やめろ、クソとつけるじゃない。だってほら今のところほら、でこう今の時点でも結構なんかほら、これ変わった、変わるほら逆になった。なぜだ、なぜそうなる。ここでもうちょっとでこう、ね、よくわかんないんだよ今のところだ。なぜここでこんな変なことになるのか。いや、そこ変わっちゃいけねえだろうな、どう考えたってな。左方向です。ほらこれ今こうやってみると、ここを左に行くのが正しいのに、うん、これじゃあ直進じゃ行っちゃおう。なんかもうでも車の位置はこうやってなってるから、うん、いやーこれはこれね、すんごい見にくい。このちっちゃい方が確かに合ってるんだよね、これね。さっきからね、これ行って左に曲がれってことで、うん、これどう考えて上に行けって、直進しろってか、急に変わってパッと見て分かんねえよ。これね、なんでこんな変なのにしたのか分かんないんだよね。うん。このナビは使いづらいね。ちょっとこれだったら。おかしいよ、これ。これだって Google の方がいいや。Google 先生の方が。ちょっとこれ、何ちょっとモードを変えて、同じ風になるか試してみます。モードが変えられるの？でちょっとモードを変えて、この立体の 3D をやめて平面の地図にしてみます。それでどうなるか聞いた。あ、おお。あれ平面だとなんじゃい、普通じゃねえ、普通になってる。もしかして普通だよ、普通だわ。でこれもしかして 3D だけの問題かもしれない。3D は、はい、いやでもまだこれまだ今直したばっかだから、これま次の交差点で、そうだけど、あの次のドンキのところで、いやそうだけどこれ、いやでもちょっと待って、なんかもうずれてきてんだけど。そう、いや、あでもいいのか、いいんだよ、これだから曲がってるもん。ああなるほどなるほど、うん、でこうまっすぐ進んで、 3D は改善の
あれは必要ですよね。 3D だからかな、やっぱりいろんなところから見なきゃいけねえからな、立体で。だからナビも困っちゃうんじゃないかな。あ、これナビ左出てるけど、あ、右出て左ね。あ、はいよ、分かってるよ。はいよ、了解。じゃあちょっと次の交差点でまた見てみます。はい、じゃあ交差点が近づいてきましたよ。およそ300m先、野崎八番前、右方向です。今のところ変わらないね。いや、ナビは右手行け、まあいいんでしょ、左。あ、まあそれはそれでいいんだけど。ああ、別にね。あ、でもあの変な風にならないじゃん。くる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 変わらないね。くるくる回らない。ああ、じゃあ 3D だとそうなるんじゃない？これは今 2D でしょ？そう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 。うん、そういうのがあるんじゃないかな。うん、変わんないもん。変わんないね。ああ、検証。早くも検証結果。3D は使えない。 3D は使えないかもしれない。いや、使えなくはないんだろうけれど、その見やすい人それぞれかもしれない。交差点で曲がりますという時に変えられちゃうと、あの方向変えられると迷うね。ああ、これ曲がっても大丈夫だったら、じゃ次もう一個あったから、ああそっちも試してみて、うん、ドンキ行くんかい。ドンキ行くんかい。あ、マジでマジかよ。もう信号変わっちゃったじゃん。あ、ダメだ、ナンバー映さないでしょ。なんだよ、マジかよ。後ろまで待ちますよ。はい、じゃあ曲がります。もうすぐ変わります。信号が、みんなこの信号に気をつけてね。ここね、そうそう、こういう風に後から左折が出てくるんだよ。捕まるんだよね。そうそう、捕まるんだよ。いや、捕まったんだよ、もうずいぶん前だけど。ほら、変わらないもん、画面。これは、ほら。おお、ちゃんと進行方向がヘッドアップになってる。おお。あ、ほら。これ大丈夫っぽいね。じゃあちょっともう一個、こっち側モードに変えてみまーす。え、また 3D に変えるの？いや、じゃなくて。もう一個あんの？もう一個。3種類あんの？どうしてで、この下の方のこの 2DN、なんだこれ？ 2DN ってなんだろう？変えてみます。で、現像位置にして、あれ、 2DN にしたら下向きになっちゃった。そういうもんなのか、これ。あ、 N の方向、 N に向かって。あ、そういうことか。ってこと、南極か。南極かってどこだよ。でもこんな、南極じゃねえ。こんな機能いらねえんだよな。そうね、下に行くのはね。いや、人それぞれなんだろうけど、うん、やっぱり進行方向欲しいね。やっぱりこれで、これやっぱ 3D、 円ついてないから 3D でしょ、うん、3種類でしょ。その 3D になって、で、設定で、うん、地図の表示設定で、で、2D ヘッドアップはでしょ、 3D ルート方向アップになってるでしょ。俺の名前も 3D にしようかな。はいはい。流すんじゃねえよ。はい、じゃあこれも今 3D に戻したんで、はい、次の交差点までまた。あ、また信号変わっちゃった。もうすぐです。さっきまでよか、なんかゆらゆらしてる。すでにもうそれが 3D なんだろう。いろんな角度からナビを、うん、にしてて、これこんなゆらゆらするもんかね。なんでこんなゆらゆらするんだろう。それはわからん。およそ 300m 先、信号捕まりすぎじゃない。しょうがねえだろ。いいんだよ、そういうふうに常に止まるようにしておけばいいんだよ。ここは神大寺です。あ、なんか速い車来たな。ついに車紹介になったか。もう変わります。遅いね。うん、そんな飛ばすことはねえよ。
ちらの前にほらやっぱ 3D ダメだ。もうなんか変な風向いちゃってる。どうする、曲がるのか、まっすぐか、まあ曲がっていいよ。あ、曲がるのかい。でここが曲がるとこで、あ、もうナビはもうなんか変な風になってる。ああでも戻った。いや戻ったのかこれ。まもなく右方向です。あ戻ってない、なんかもう変な風になってる。なんかもう、まあ、もう左に進んでるみたいになってる。ああとうとう逆走してる感じになってる。ああ戻った。やっぱこれあれだな、うん、やっぱ 2D にしないとダメなんだ。ダメっていうかそういうあれなんだ。いろんな角度からこの車を、うん、やってんじゃないの。わかんないけど俺だってよ。知らねえどこが真ん中か。これさっきとまた駐車場ね。すっごい高い。1時間300円すげえ高いことでもねえと思うけど、こんな山奥じゃないけどこんなところで。じゃあみんなが言うよ、こんなとこ言えるんじゃねえよって。そう、ああ5サロン、もうすぐ5サロン。俺さっきの5サロン取らなくていいのか。でも、ほら、5サロなのにさ、これ分かりやすいじゃん、今度は。うん、いや、分かりやすい。いや、そうだけど、そういう風に作られてたから。さっきまでほら、くる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 回ってたのに。それ 3D だからな。あ、みんな思うよ。じゃあ、この 2D にしとけって。ね。うん、やっぱこれ 2D だね。うん、やっぱり 2D が一番いいね。この松田のナビや、これは。2D がおすすめです。使わないとダメなんだ。別におすすめじゃねえけど、あの、くるくる回っちゃうの、勝手に。いや、ちょっとね、3D はそういういろんな角度からの見るんだろうけれど、ちょっと見づらいね。うん、普段あの見慣れてないと。立体映像ってことでしょ、だって 3D って。まあね。立体的な視点からだろうから。立体で見てくるくる回るのがいいか。地球儀だ、そうしたらよ。そうね。早く曲がってくれないとさ、もう疲れてきた。信号機に言ってしょうがないでしょ。それより、あー、唐山いいな。唐揚げ食いてえな。あれまだ変わんないの。やっぱり唐揚げだよね。唐揚げ美味しいよね。はい、曲がります。今から曲がります。ナビよりみんな唐山の放送の方がいいんじゃねえのか、おい。あでもやっぱりほらちゃんとほらくる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 ちゃんと進行方向に向けて曲がる。ほらやっぱ問題ない。これということでもう 3D はダメで。ダメじゃねえっていうの。ダメじゃねえっていうの。 2D を使おう。いや別に、まあ、解決。いや解決じゃねえよ。解決じゃねえそれ。ダメじゃねえよ。作った人に悪いだろ。3D はまあ人それぞれだと思うけど、ちょっとね、交差点ではそういうことがありますよというね、ちょっとくるくる回っちゃいますよという使い方気をつけてって、うん、慣れてない人はね、まあ、なんか設定があるのかもしれないけどね。まあ一番いいのは、うん、2D でずっとドライブするのが一番いいよ、うん、乗り心地もいいし。あ、じゃあ最後にもう一個だけ試してみます、ね、何するの、ちゃんと赤信号で止まるかって、ね、止まるよ、止まるわ、ね、これでもう一回3D なんで戻すんだ。 3D にして、うん、これね 3D にして。いや俺道わかるからよ、くる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 同じとこ回ってるだけだから、あのハムスター見てるよ。地図の表示聞いてねー。ほら青だよ。でこれ今 3D ルート方向アップにしてんじゃん。なんだルート方向進んでる方向が上になるとでしょ。ああそうだよ。これを消してみる。消すの。そうするとおよそどうなるかな。左方向です。そこの取締りを回避しました。これで戻ったらすごいな。
3D やべ。今 3D でさっきのルート方向アップっていうのをチェックを外してみた。ああ。本日 2D みたいになったら解決じゃん。いや解決じゃんって。それでもそのルート発行アップっていうのをチェックつけてんのにくるくる回るから使い方の問題じゃねえのか、乗ってる人の。でもルート方向アップってことはほら 2D みたいになってないとおかしいわけでしょ。知らねえよ。イングリッシュ使うんじゃねえよ。イングリッシュを知らない。ルート方向アップって書いたの。回って400m で結果が分かる。さあドキ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 。死ねえよ別に。ドキドキよ。 2D があるんだから。みんな 3D の方が見やすいんだ。ああ使いたがるしてるよね 3D ってね。ほんとやだやだ。でも今のところクルクルしてないよこれ。もしかしてあのチェックがいけないんじゃないこれ。じゃチェックつけてくるんだったらおかしくねえじゃん。でおかしいんだけど。でもチェックつけてないとほら何もねえじゃん。何もないじゃんやっぱり。なんだこれ。左方向です。やっぱこれ正解なんじゃない。じゃあ要するにチェックつけたらおかしくなってチェック外すと普通になるって。そうそう。だからルート方向アップっていうのをつけると、うん、チェックつけるとくるくる回っちゃうんだろ。そう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 。どういう意味なんだろうな。英語でわかんねえよ。まあバカにはわかんねえんだろうけどって言われたら困るんだけどよ。ここも変わったね。あ、ルート方向アップってこの矢印がついてる方向を頭にするってことなのかな。ああ。矢印っていうかこの目的地の目的地の青いですね。だから上に行くんだろ。さっきあっちも言ってたもんな。っていうことになるのかな。要するに使い方の問題ですねこれ。どうもすいませんでした。本当マツダの開発者の皆様どうもすいませんでした。本当に使い方が不慣れなもので本当に。進行方向アップはなるほどね。うん、はいこれで。はい、皆さん解決しましたね。解決しました。結構難しかったですねって。そんなことはねえよ。ああ、なるほど。やっと解決。これ長年の悩みが解決した。あ、使い方の問題ちゃんと聞きゃいいじゃねえか。だったらよ。でもこれは普通思わないじゃん。だからなさ、そんこの青い線の方に来る。これそんぞボロクソナビが向くなんてさ。そうだけどさ、ボロクソ言ってナビクソだクソだって。本当に。でもこれもう一回言っちゃうことのルート方向アップっていうのにチェックさ。じゃあ早くしないと交差点になっちゃうから。ちょっと待って。設定この先左折専用レーンがあります。表示設定その先 100m 先ルート方向アップね。野崎八幡前を右方向です。およそ 300m 先野崎八幡前を右方向。ルート方向アップでしょ。でルート方向ってこれ右がルートの方、曲がるのがルート方向だから、うん、青い線が今右になってんべ。あ、ほらずれたべ。ほら右方向が、そう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 。うん、右方向がだんだん上になって頭になっていくでしょ。うんうんうん、右方向です。いやこれ見にくくねえ。でもこのルート方向アップって。いやだからチェック外すってことをあらかじめ教えておいてくれると助かるね。このルート、うん、この機能いらなくない。だってルート方向アプリ機能をせあのあのね、だってこんなくる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 さ回っちゃったらさ。いや迷うじゃん。迷うよ。だからあらかじめちゃんといいんじゃね、この動画でこの、あの継承じゃないけどさ、うん、こういう機能ですよ、チェック入れるとこうですよっていう、うん、いやそうだけど俺マツダ乗らねえもん。まあ、そうそうけど俺乗らねえもん。俺自転車だもん。俺グーグル先生だもん。いやこれ誰が使うのかなこの機能。いや使ってたんだよな。使ってたけどあまりにも見にくいから、うん、あれだよ、あの右の小さい小窓だけ見てたのいつも。宝の持ち腐れってやつね、それね。まあでも原因が分かったからよかったね。なんじゃそれ。結論それか、うん、結果、まあ、そういうことで結果普通、あの使い方の問題です。どうもすみませんでした、うん、本当にくる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 使い方の運転手のものです。くるくる回るのが嫌な人はルート方向アップを消せばいいと。じゃあまたチェックは。じゃあそういうことです。はい。